林文子作私立女学校誰かが鉛筆を削り始めるとまた誰かがそれについて小さな音をさせて鉛筆を削り始めるもうあと四五週間だと思えばその鉛筆を削る音も運河を行く船の炉の音のように伸びやかで狭い教室の中の小さい秩序も 生徒たちをなんとなく落ち着かなくしている。ガラス戸の外の自然は、散り敷くような日の光に恵まれて暖かだ。思い出が苦しいくらいによみがえってくるのか、誰も彼も教科書や教師に心を止めているものはない。黒板には葉の作用について、発散作用のようとか、 発散作用の清水とか、そんな文字が40人余りの生徒の目に映っていたけれども、何か楽しいことが心に燃え上がっているようで、生徒たちは鉛筆を削っていても、なんぞの清水は本当はどうでもよかった。理科の教師の仁科徳平は、生徒たちの落ち着かないこのような影のこもった目を見ると、 何かイライラしたものを感じて思い出したように黒板に向かい生徒たちに教科書を閉じさせてチョークを握った生徒たちは小さな狼狽の声を立ててけげそうに何試験こうさか知らんねとこんなことを囁き合っている仁科徳平はチョークの粉を飛ばして 黒板へ書いた。1、葉の高日性について。2、葉の運動。3、切り花を長く保つに水を振りかけ、暗きところ、箱、穴蔵の内などに置くはいかなる理由によるか。4、発散流とは何か。 さあ、少しばかり追試験をしてみよう。あとちょうど35分ある。やってごらんなさい。黒板を眺めていた生徒たちは、一斉に椅子や机をごとごと小さく叩いて、試験に反駁し始めていた。ひどいわね、と、隣同士、前と後ろ、ささやきあったけれども、 仁科徳平はそんな反ばくにはかまわないで海の見える一番後ろの窓に向かって生徒たちの反ばくには背中を向けて答えようともしなかった小さな試験は生徒たちの間にしばらく不安をもたらせたけれどもあと45週間で卒業だと思えばばカかばかしく真面目に怒るものもないのかやがて 生徒たちの鉛筆を運ぶ音が何かサクサクと掘っているように聞こえてくる。しんとして少しばかり時間が経つと、後ろの席から白い紙が飛び、その白い小さい紙片が瞬く間に四十個の椅子の上を飛び交うと、一人一人くすぐったそうに体をもんで笑い始めた。窓に向いてぼんやりしていた西名徳平は、 ひそひそした笑い声にムッとしたのか、席の方へ向き直ると、時計のネジを回しながら、席の間を縫うようにして、靴音高く行ったり来たりした。どの娘の手の甲にも深いえくぼがあり、髪の毛色は底知れない柔らかい艶を持って、甘やかな匂いを発散している。ニシは、 東側の窓に来ると、その匂いを振り払うようにして、ガラガラと窓を開けた。体操教師の熊坂の号令が、中庭のテニスコートで校舎にこだまして聞こえてくる。水仙のような早春の植物の匂いに、ふと振り子の止まる、そんな物憂い一瞬を感じたが、その反射はすぐ溶け去ってしまって、誰も彼も、 黒板の文字を眺めて一心に蒸気しているのであった。仁科と久兵はコツコツ席の間を歩きながら自分がだんだん残忍な気持ちになってくるのを覚えた。ドカンと机を一つ叩きつけたいような劇場を感じたが仁科はそれを自ら老春と名付けて唇の旗に唾液をためて 目を閉じているるのである生徒たちは空回りしている蓄音機のような弾み方で時々咳をしたりして合図している。仁科はそれを嫌なものに思い、真面目でない奴は卒業させないぞ、と一言そんなことを言ってみたくて仕方がなかった。仁科徳平は東京の ある私立中学校から転任してきて、三年をこの浜辺の町で過ごした。もはや五十歳に近く、黒い旗のようなものが四十目の先にちらちらしているような暗い人生観を持っていた。先生、箱崎勝子が立ち上がった。なんですと仁科はゆるく教壇の上へ上がって、椅子に腰を下ろした。 箱崎勝子は、4度だという厚い禁止鏡を油で光った花の上にずり上げて、葉の運動について呼吸や温度の証拠も書くのでしょうかと尋ねた。すると、仁科徳平が口を開く前に、生徒たちはびっくりしたように舌を鳴らし合って、いかにも余計なことだと言わんばかりに、そんなのまで書きよったら、 時間がないわね。と、ささやき始めた。何かの暗示をもたらしたつもりであったのに、反対に皆の反感を呼んだとなると、箱崎勝子は、鈍い眼色を後ろへ向けて、卑屈な微笑をしてみせた。誰もその微笑には答えなかった。そうして少数の生徒の間には、お互い同士仲のいい視線をたぐり合い、 ふん、あれが秀才なのかしら」と笑い合っている表情が見えたその笑い合っている少数の生徒というのは松本千代子だの染井春代久原花子安井千子柿島沙和河野春江などで小玉のように何か響き合う太鼓を一つずつ彼女たちは持ち合わせている 呼吸や温度についても書き込んでおいた方がいいでしょうな。西名徳平は、無体な下打ちに反発して、箱崎勝子の方に向かっていった。箱崎勝子は背中を曲げるだけ曲げて、腕囲いの中に用紙を隠し込んだ姿で、一心に鉛筆を動かしている。その丸まった片付きには、 たくましいほどな自信があって、さっきのような曖昧な表情は、もはやみじんもなかった。柿島沢は、ぼんやり黒板から目を離すと、用紙の上に何ということもなく、呼吸と温度、葉っぱ、ぶらい感、花びら、雪崩と書いてみた。バカバカしい気持ちで、一時一時真っ黒に消していったが、 心がウキウキしてしまって、答案を真面目に書く気持ちにはどうしてもなれなかった。八三流なんて私たちのこと。そう書いて、またガリガリ消して窓の方へ首を向けた。二月の空が白いほど晴れ渡って、遠望には光った海が見え、近景の山際の線路には、 上りの貨物列車が材木を積んでのろのろと走っていた。教団の教師机の上の金銭貨がコップに首を乗せたようにして汽車の音にビリビリ震えている。その金銭貨の上に灰色に衰えかかった仁科徳平の頭髪が見えて何を考えているのか彼は歩まない目をじっと本の上へ向けていた。 柿島沢はふと横にいる染井春代に「早春に咲く花は何々?」と紙に書いてみせた赤らんだ顔を向けて染井春代は首を傾げしばらく天井を向いて考えていたがやがて返事を書いて紙片を投げてよこした「寒ボケ梅姉もね 福樹草、金仙花など。沢はそれを読むと、満足げに染めいはる世へ微笑してみせた。やがて空をついて、中庭から休みの鐘が鳴り響いた。ああ、とため息をつく者や、舌打ちするもの、髪を叩たたく者、波のようなざわめきが秩序を破っていくと、 顔を赤くほてらした箱崎勝子は、一枚一枚生徒たちの答案用紙を集めて歩いた。柿島沢は、八三流についてだけしか書けなかった。葉っぱは葉じゃないか。自分の呼吸は自分の呼吸。といった不定さで、そそくさと箱崎勝子のところへ用紙を持っていくと、 ガチャガチャと乱暴に筆箱を机の中にしまい込み立ち上がった。窓下の前庭には、はや下級生たちがあやめ畑のように黒や紫や赤い袴や制服を散らして遊んでいる。沢は首を伸ばして皇帝を見下ろしていた。いつの間に挨拶が済んだのか。沢が目を上げた時には、西名徳平は、 当案用紙の束を抱えて廊下へ出るところであった。久原花子は奇妙な声を上げて、ああ、いつになったらこんな学校から出られるんかしら、と両手を頭の上で輪にして弓のように伸びをしながら探索をした。腰が丸くて首飾りが似合いそうに胸が熱かった。 椅子から離れかけていた生徒は、それを聞くと、どっと時を作って笑った。笑いながら、どの生徒の心の内にも、この校舎から早く飛び立ってしまいたい気持ちを見せている。柿島沢も、このような落ち着きない日を、まだ四五週間も繰り返さなければならないのかと、教壇の上へ登っていくと、黒板消しで、 西名の書いた試験問題を一つ一つゆっくり消してゆきながら、その後へ、一、修学旅行、二、運動会、三、社音会、四、卒業式、五、社会、六、はてなと大きな落書きをした。前列の小畑き子などは、 胃袋がはみ出るような唇を開けて笑いこけながらそこは結婚と書くんじゃないのと言った40人の生徒たちはひとしきりこの落書きに面白そうに手をたたいていた9長の箱崎勝子はそれを苦に々がにがしく眺めながら生徒の静まるのを待つと教壇へ上がっていって今日は放課後にクラス会を開きますから 三十分ほど残っていただきます。と、さっさと教員室の方へ、西名の忘れていった出席簿を持って行った。次は、作法の時間だったので、誰も教科書など広げるものはなく、試験を話し合うものや、窓の日だまりへ押し合って、四五人一列に並ぶもの。校庭の花壇に相席の情を見せに行くもの。 フットボールの仲間に入っていくもの。のんびりした休み時間であった。柿島沢は小畑公子の肩を抱いて、割烹室の裏のバラ園の間を散歩していた。バラの茎は薄赤い艶を持って、折れば苦い水滴が滴りそうに元気のいい枝を張っていた。時々、寄宿舎の平屋の屋根を越して、 フットボールがドーンと響きを立てて弾んでいる。割烹室の横の車井戸の C には小さい下級生たちが手の甲を紫にしてル商事の洗い方を若い助教師に習っているところであった。ほら、ブランコのところに干しに行ったんね。あの子はいいじゃないかね。ああ、あの子はおつぐみの。 宮古井さんんが可愛がってるんよ。ダンテの新曲言うてね。ダンテの新曲も古少女洗うのんじゃかわいそうな。世の中へ出て古少女ばっかり洗わんならんひって考えるだけでも心細いな。私たちも古少女洗ってさ三三九度の盃に至るんではつまらん。 だってあんたはこれから上の学校へ行くんだもん。うちのことを考えてみなさいよ。生け花とお針は死んでも習わないかんのよ。小畑きみ子は厚い唇を曲げて、生け花と裁縫を習う辛さに並行している表情を作った。おつぐみの都井よしえがそそり立った枯れたポプラの木にもたれて、青い本を読んでいる。 ふん <laughs>、ダンテの新曲か」と柿島沢は背の低いおばたの背中を押してバラ園の胸の横を「はいはいごめんよごめんなんしょ」と「痛い痛い」というのを構わずぐいぐい押して歩いた。み子は背中を押されながら「痛い痛い」と言っていたが慣れてしまうと 押される勢いに冷たい風を切ってゆくのがなんとも爽やかであった。行道の裏手まで公子を押してくると校長が大工のような男と薪雀で敷地を図っていた。行道からはピアノが漏れている。沢和と公子はこそこそと佐原の植え込みの小道を抜けて行道をちょっとのぞいてみた。 音楽教師の氷田結子が、社音階に出る2年の合唱団に冗談を言いながら、つれづれにピアノを叩いて見せている。ピアノは新しく買ったばかりで、教師の他には触れることを許されなかった。ピアノが来るまでは、オルガンで唱歌を習っていたのだが、グランドピアノが行動へ置かれてからは、生徒たちの間には、急に音楽熱が盛んになって、 町の書籍店には、楽譜を注文する生徒が多くなった。ピアノが買われると同時に、上野の音楽学校を出たという氷田結子が、長い田元をなびかせて侵任してきた。もはや半年になる。頬がそげて、メガネをかけていたが、色が白くて、生徒たちとは違う染めのいい袴を履いているのが、女教師の中でも、 波外れてりりしく美しく見えた。生徒たちは教員室の掃除に行くたび、争って氷だの机の上に、いつも新しい草花を生けておいた。どんな寒い日でも、温室咲きの花などが挿してあったりして、氷だの机の上だけは、何か都会的な特別なものが甘く漂っていた。氷だ先生の家へ、 行ったことあるな小畑公子が白い空を仰いで眩しそうに柿島沢へ訪ねた沢は血色の悪い顔色をさっきの運動で少しばかり蒸気させて「行ったことはない」と答えた修行の鐘が鳴り響いた運動場の生徒たちはドヤドヤと下駄箱へ集まっていった 下駄箱の前は土ぼこりが巻き上げていて、上級生たちは短いたもとで唇を覆いながら順番を待っている。下駄箱の横は、雨天体操場になっていて、正面のガランとした板戸の上には、地方巡りをして公園をして歩く、ある宗教家の良妻賢母という字が、薄手に書き殴られて、額になっていた。 下駄箱の前には傘の置き場があり、アレイや競技用の籠を芯にした紅白の樽のようなまりが転がしてあった。そのまりを軽く本で叩きながら、都井教えが、松本さんと呼んだ。もう C には四五人しか生徒はいない。朝裏の草履に履き替えて階段を上がりかけていた背の高い松本千代子は、 額に少しばかり髪の毛を切り下げた丸い顔を振り向けて、宮古井のツンとした顔を見下ろしていた。宮古井は、靴音をするようにして、階段の下へ走っていくと、願書いつ出せばええのと尋ねた。願書あ、それは宮古田先生にお願いしとけばええのんよ。まとめて送るっていうてだけどね。 そう。なんだか早く出した方がええ言うて聞いたもんだから。二人は肩を並べて階段を上がっていった。柿島沢は下駄箱のところから二階へ上がっていく二人を眺めて、取り残されたような寂しいものを感じた。自分も上の学校へ進むとは言いふらしていたが、それは口の先のことだけで、学校を出ていけば、 生け花や裁縫どころかすぐ働く道を見つけなければならない家庭なのだ作法室に入ると箱崎勝子が海外く二組の白木の散歩を床の前へ並べているアヒルのあだ名のある背のずんぐりした作法の教師がニコニコして床を背にして座った今度の遮音会では 一番に表彰されるべき成金者で、卒業生たちは何か集合がある場合には、この作法教師、池上律を中心にして集まってくるのであった。池上律の夫は、市役所に勤めていた。子供のないひっそりした家庭で、60歳になるというこの老夫婦は、町の人たちには大変な人望があった。 学校に近い山の上に小さい茶園を作っていてそこに住んでいたその茶園では時々卒業生たちが集まって庭に赤毛線を敷き野外で生け花を習っていることがある見晴らしの良い庭で海の上を走っている蒸気船の音さえ手に取るように聞こえてきた池上律は 順々に四十人の生徒の名前を呼んでいった。出席簿の点呼が終わると、まず、九長の箱崎勝子が、床の前へ座って、男役になるのである。順々に一人ずつ、まんべんなく花嫁になって、誇りのついた三重ねの杯を唇にした。何番目かの花嫁となった柿島沢は、 三方の前に座って杯を手にした。妙に物悲しいものを感じた。組で一番小さい安い千個が、鈴木を持って尺をする真似をしている。床の間には、先の市長の書いた、欠発してより前事を思うて、貧弁たり五十四年という品のない書がかかっていた。 柿島沢が席へ帰ってくると、おしろいを襟元へつけている大山信枝が立ち上がり、しなやかな手つきで杯を唇へ当てた。たくさんある頭髪を涼しげな襟元へくるくるっと巻きつけて、メリンスの白い襟をかけているのが、なんとなく生めかしかった。町の小針という置屋の娘で、 袴を取ればそのまま三味線でも弾けそうな身のこなしを持っている。縫いのある打ちかけなんかの婚礼衣装が、この大山信枝には一番似合いそうであった。作法室の窓からは、広い運動場が一面に見下ろせる。紅白の大きい丸を転がして、一年生の組がリレー競争をしている。正午に近いので、 運動場の隅のポプラの並木が薄いながらもくっきり影を作って C は暖かな景色であった。久原花子は沢の膝をつついて大山さんが一番早く花嫁さんになりそうじゃないかねと言った。沢は黙って笑いながら目をつぶって自分と逆付きを交わすべき男の顔を心に描いてみたが 大きく映ってくるのはおかしなことに図画教師の横山修二の顔くらいであった汽車が通るたび教室がビクビク揺れた「さあこれだけめでたくすめばみなさんはいつでもよいお嫁さんになれますね」「来週の火曜の生理の時間には妊婦の心得についてのお話ですから」 お面を用意していらしてていい。らくださいそれから組長さんにお願いですけれども油紙とガーゼを三メートルくらい用意しておいてください生徒たちは胸の中がジンとするような気持ちで肩を打ちつけてクスクス笑いながら池上律の口元を見ていた正午の鐘が鳴ると足袋を脱いで 黒い靴下に履き替えるものや、いけばの時間割を池上律へ聞きに行くものなどで、しばらく作法室はざわざわしたが、沢は羽織のやつ口へ手を入れて、一番早く作法室を出ると、姉妹、めでて作るお同じ衣の色にも、と、一人歌いながら、自分の教室へ帰って行った。 ガらがらと教室の戸を開けると一年生の魚谷和子が教壇へ腰をかけて紗和を待っていた紗和はびっくりしたような顔をして和子の赤い方を両手で挟んだ何しに来たんなうちこれらになったんよこれらこれら言うたらあんた夏の病気じゃないの今頃何言うとるんな そいでも気持ちが悪いがのう。紗和は和子の額に手を当ててみたが、大して熱はなかった。立ってみろと言うと気持ちが悪くて立てないというのであった。紗和は二年生の秋の記憶をふと呼び戻してくすぐったいものを感じると、便所まで歩けんのと聞いてみた。何度も便所へ行ったんよ。 血が止まらんのんじゃもの。かずこはそう言って立てないと言って泣き始めた。どやどやと染井春代と小畑きみ子が何か歌を口ずさみながら帰ってきた。かずこはもはや声を立てて泣き始めている。沢は春代やきみこに測って歩けないというかずこを抱くようにして図書室へ連れて行った。 図書室は放課後でなければ使用できなかったので誰もいなかった窓は公道の板壁で蓋をされているようなのでしんと落ち着いている気の早いきみこは図書室から飛び出すと肛門の前の薬屋へ走って行ったりしたバカ泣いたりしてどうするんなこの人はこれらでも何でもないがの 仕方がなかろうで。紗和と和子とは隣同士なので、まるで姉のようにピシピシと叱っていった。春代は和子の袴を脱がして、雑巾バケツに水をくんできたりした。足袋やふくらはぎが目を染めるような鮮麗な血で濡れていた。紗和は自分のハンカチや和子のハンカチをザブザブ水に濡らして、 丁寧に拭いてやっていたが、いつか怒りとも悲しみとも形容のつかない胸苦しいものが込み上げてきて、低く声を立てて泣いている和子の方をぴしゃりと殴りつけた。だが殴りつけたことに驚きながら、自分も本箱のガラス戸に顔を押しつけて、沢は泣き始めた。2年間、無形な罰のように、 月きき不快なものに苦しめられてきた、抜抜へ、言いようのない憎しみを感じていた。女だけなのだろうかと、紗和は、なぜ女だけなのだろうかと、神のようなものへ、なぜなのと尋ねる気持ちであった。そんなものを書いた本を学校の図書室で探したが、そんなものを書いた本は一冊もなかった。 信枝の,の家へ遊びに行った時変な本を見せてもらったことがあった体中の血が噴水のように音を立て目や鼻からあふれ出そうな驚きを持った記憶がある寝ても覚めても慌ただしく見せてもらった絵のことを思い出していた沢には世にも美しい戯れと思えたがその絵の構図は おとぎ話の作り事のようにも考えられてくる顔が赤くなり耳が燃え木に抱きついていると涙があふれそうだったおさわさんまでどうしたんな春よがいかにも当惑したようにぼんやりして和子に羽織を着せかけているさわはくるりと向き直って和子へ泣き笑いをしてみせた バカじゃの。女の人には仕方がないんじゃが。沢は舌をペロリと出して、雑巾バケツの水を窓からそっと捨てて、きみこが買ってきた脱脂面を小さくたたんで、かずこへ世話を焼いてやった。かずこは顔を染めて、おかしいから、いやいや、もうええの、と子犬のように、 本箱の間を逃げ回った。沢は腹を立てて、ぴしゃりと図書室の戸を開けて、教室へどんどん帰っていった。教室では、皆が弁当を食べていた。沢は少しも食欲がなかったが、当番が沢の机の上にも弁当を置いてくれているので、沢は席まで帰らず、そのまま手洗い場の方へ走っていった。手洗い場では、 はるよときみこが笑いながらせっけんを使って手を洗っている。はじめはびっくりするもんね。うちも泣いたんよ。はるよがそう言って顔をあからめた。手を洗って三人がどやどやと教室へ帰ってくると、遮音会の一幕ものの人選をしているところであった。出し物は文芸部の松本千代子の作った。 一幕ものの歌劇で、女神が十四五人も出る芝居だった。黒板には女神の名前が書きつけてあった。その名前の中には、富裕な娘たちばかりが選ばれていた。沢は千に漏れていた。沢は弁当を食べながら、知らぬ顔で海を見ていた。柿島さんは誰かが声を上げると。 箱崎勝子はしぶしぶ最後に沢の名を書き添えた沢はいつか箱崎に私生児だと旧友に告げ口されているのを聞いて箱崎に食ってかかったことがあったそれからは柿島沢と箱崎勝子は全くものを言わなくなっていた柿島沢は国語や英語や体操が得意であったが 一度も文芸部部や運動部員に押されたことはなかった沢は自分でもその原因をよく知っていた死生児で陰気で二階狩りのような状態では仕方がないと思っていた沢たちの公組では松本千代子が文芸部員で卒業すればすぐ東京へ出て上野の音楽学校を受けると言いふれていた 千代子は文芸部員ではあったが、国語はあまりできなかった。沢は、千代子が音楽学校へ行くと言い始めて、課外教授を受けるようになると、自分も同志社へ入るのだとでたらめを言って、国語の課外教授を受け始めた。国語の課外教授を受ける者たちは、七人ばかりであって、おつぐみの都井義えも入っていた。 教えは古事記を習っていた沙も負け抜きで古事記へ入っていった天皇・小幡村に至りませる時にというあたりが好きで町で会われた美しい娘に与えられた歌を節をつけて暗唱するのが堂に行っていた「この蟹や伊豆薫の蟹桃津等敦賀の蟹」 横さらう。伊豆国に至る、一時島、三島にとき、御踊りの、和基行き月、品田夕。笹並地をすくすくと、我が居ませばや、小旗の道にあわしし乙女。沙和が声を上げて読むと、皆がしんとなるくらい。 ろうろうとしたた。声であった国語の教師は女子大手で米近門と言った古色騒然とした黒い袴を履いて細いキングサリを袴の紐へ結びつけていたこの町へ来て4年目であったがいつの間に結婚をしたのか目立って大きい腹をしていた米近門の夫は ったつりだという風評があった。沢が授業を受けに行くたび米近門は沢へ向かって「柿島さんは本当に試験を受けるのですか?」と聞いたいかにも詮索するような意地の悪い目を感じると沢は微笑して「ええ受けてみるつもりでおります」と反発して答えた おじけづいたような顔色をしていては、バカにされるばかりだと、沢は、来楽に振る舞って、嘘に平然としていた。沢には、仲のいい友達は一人もいない。仲のいい友達を作ることは、おっくうな気持ちだったし、誰でなければならないという理由もなく、気が向けば、誰にでも話しかけていった。気が向かなかったら、 何日も運動場で沢は一人で遊んでいた。そのくせ、平凡な風刺ではあったが、学校中に目立っていて、廊下を歩いていても、いろいろな目が沢を知っていた。沢は英語が抜群で、英語の教師が変わってくる早々、沢は並外れた早口な対話で、新しい教師を驚かせていた。 科目に好き嫌いがあるせいか、教員室でも柿島沢はいろいろな教師の話題に上るらしく、どの教師からも詮索的な目で見られていた。素直なところが少しもなかったし、恐ろしく孤独化で、教室でも指摘されるまではいつまでも手を挙げなかった。昼食が済むと、午後は体操の時間で、 運動会の予行演習である川野春江と久原花子は弓の選手だったので寄宿舎のそばの的へ向かって股を張り譲るを力いっぱい張っては練習していた染江春代と柿島沢はぶらりと的場のそばへ行き体操の始まる間2人の弓の姿を眺めていた。 空がよく晴れ渡っているので、白と黒の的が鮮やかに見える。寄宿舎の医務室の窓から耳に包帯を巻いた痩せた下級生が覗いて見ていた。沢は運動服に着替えるのが面倒なので、病気という理由をつけて届けを急庁へ出しておいた。校舎からは次々に白いユニフォームを着た五年生の生徒たちが出てきた。 弓のところへも集まってくる。文芸部の松本千代子は、運動場の真ん中に出しっぱなしになっているオルガンのストップをみんな引き出して、ロンドのようなものを弾き始めた。生徒たちはウキウキしてしまって、すぐ手をつなぎ合うと、即興的な踊りを始めた。日は運動場いっぱいキラキラ輝いていたけれども、 海から吹いてくる風は、生徒のむき出しのふくらはぎを薄赤く染めて寒気である。松本千代子は、肉のしまった長い足を、時々くの字に曲げて、オルガンに拍子をとったりした。生徒たちが足を上げるたび、白い運動靴は、まるで空へ飛んでいくように見えた。紗たちは、オルガンの音から遠ざかるように、 崖になっている校舎の山のところまでぶらぶら歩くと低い土塀にもたれて学校を取り巻いている山や山海の町を眺めた火葬場へ登っていく山の中腹には赤レンガの監獄があった監獄の下には県立の中学校が立っている中学校の横を小さな畑が段だ々んだんになっていて目を細めると 麦の青々とした萌え木色が見える。畑の下には寺の塔がポツンと道に沿って空に突き出ていた。紗和はふと運動服の肩を寒そうにしている春代の肩を叩くと、今夜うちに遊びにおいでよと言ってみた。春代は、うん、行けたら行く。 ぼんやり崖の下をじっと見下ろしている。大きな下駄を履いた若い絵描きが小道に画家の足を広げていた。安井さんの兄さんじゃのう、東京へ一トン去ったゆがのう。春代はそう言って何を考えてか肩を小さく揺すぶった。フットボールの音が時々地響きしてドーンドーン 空へ上がっている。下の小道には茶園が一軒あって、人帳下の花が咲きこぼれて、塀代わりの垣根になっていた。修行の鐘が鳴った。体操教師の熊沢和親が出席簿をぶら下げて、白と赤の運動帽をかぶって出てきた。白いユニホームの生徒たちは、足を震わせながら、 オルガンの前へ一列に並ぶと、九丁の箱崎勝子の天呼で、はいはいと返事をしていった。病気で休んでいるのは柿島沢一人だった。沢はポプラの木の下の小さいベンチに腰をかけていた。点呼が終わると、癖のある声で熊沢が号令をかけるのであったが、正しい姿勢になると、 熊沢よりも生徒たちの方がずっと背丈が高く見えた。駆け足と号令が飛ぶと、二列に並んだ生徒は、熊沢の後ろへついて、さっ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 と、運動靴をこすって走り始めた。白いユニフォームが、日にキラキラ反射して、行列が沢の前を横切っていくとき、沢は眩しいので、 手を額にかざしてて眺めていた。熊沢は予備注意で足を突っ張って歩く癖があった。兵隊へ行くと剣を腰にしているからだろうと生徒たちはそれについて話し合っていた。駆け足が終わると行列は崩れて輪になり松本千代子がオルガンを弾いた。まるで赤ん坊みたいなダンスで嫌じゃがのう 小畑たきみこが厚い唇を曲げて、いたずらそうに安井千子の手を引っ張った。安井千子は町の郵便局長の娘で、半年ほど前に大阪から転校してきたばかりである。組中で一番小さくて、髪に小手を当てたりしてきていた。大山信枝は日本の踊りのような手つきでダンスをするので、 輪の中では妙に目立っておかしかった。ユニフォームを着ると生徒たちはもう卒業だというのに子供のように小さく見えた。鐘が鳴った。体操が終わり、更衣室へどやどやと生徒たちが帰っていくと、国語教師の米近門が泣き晴らしたように目を真っ赤にして、教員室の玄関から車へ乗るところであった。 どうしたんだ？米近先生、泣いとってよ。生徒たちは、口々に更衣室から乗り出して、寒そうに車に揺られて前庭を突っ切っていく米近門の車を見送っていた。門の外へ車が消えていくと、生徒たちはいろいろな憶測をたくましゅうしていた。校長先生と喧嘩したんじゃろか。 何しろ大きな腹をしとってだものね。小畑貴美子が思い出したように頓うな声で言ったので、更衣室の中はくつくつと豆のはじけたように笑い声が飛び散った。過酷なものをまだ知らない若い彼女たちは、廊下へ出るとさっきのことは忘れたように大きい声を張り上げて、遮音会の歌を合唱しながら、 列を組んで教室へ帰っていってた。傍若無人な足音は教員室で何かひそひそ会議をしている教師たちを思わずひんしゅくさせるのであった放課後になるといつも中庭のテニスコートが教師たちでにぎやかだのに今日は会議のせいか誰もいないネットが緩んで時々風にだぶついている 教室へ入って生徒たちが教科書を包み帰り自宅を始めると山階の中学のラッパが鳴り響いてきたわーっと叫んで松本千代子は教壇へ駆け上がるなりご覧なさい夕日は輝くばかりの青春をはらんでオリオンへ向かって船出していきますといきなり自作の芝居のセリフを朗読して 皆を驚かせた唇が赤くてインドの女のように深い艶のある目をしている髪の毛が赤くて大きな波を打っている川の春江が何を思ってか沢のそばへそっと寄ってきもう米か先生は来なさらんのじゃないかしらと妙なことを尋ねた沢は黙っていた 心の内で、あんな空っぽな教師はやめてもいいと考えていた。やがて、箱崎勝子が教団へ上がった。社音会の日までに年俸を作りたいと思いますから、皆さんの住所を私にまでご通知願います。それから、上級学校へ進まれる方は、その学校を望まれた理由をご通知ください。それから、 修学旅行の費用は17円だそうでですすから明後日ままにご持参願いますそれからこれはこのクラスだけの秘密なことなのですが大山信枝さんに対して忠告してほしいと注意されたのですがその注意された方から大山さんにご忠告くださいますようにお願いします。 箱崎勝子の話を聞いていた生徒たちは、あっけに取られて、何の忠告と、大山信枝の方をじろじろ振り返った。大山信枝は、今日疲れてびっくりしたような顔をして、みるみる顔をあからめると、机へ顔を伏せてしまった。小き公子は立ち上がって、誰がどんな注意をしたのですか その人が立って言うたらええのに、と怒った顔をしてみせた。大山信枝は肩を震わせてクックッと泣き始めた。川野さん、あんた、大山さんへ行ってください。箱崎勝子は唇の隅に気味の悪い微笑を浮かべて一番隅の席の川野春江を指摘した。 皆は驚いたような顔をして、まあと言ったが、川の野春枝については、時々こんなことが起こるので、生徒たちの目はすぐ冷淡な色に変わっていった。九丁にそんなふうにつげ口したと思われるのは気持ちが悪いけど、うちは人に聞いたの。大山さんは清水座の役者とおかしい言うていましたけど。 大山の笛は顔を上げるなり涙をポロポロこぼして、そんなバカなことありゃせんけ。うちから清水剤は弁当を運んでるんよ。頼まれれば楽屋へ持っていかんならんもの。目がちばしっている。震える指先で時々絹の風呂敷を目に当ててしゃっくりしていたが、泣いて腫れた方には純潔なものが、 油になって白い皮膚に浮き出ていたそんなバカなこと忠告にはならん腹立たしそうに松本千代子が怒鳴った瞬間皆はシンとした顔をして千代子の方を眺めた松本千代子はたくさんの毛筆を唇へ加えて頭髪を襟元に束ねながらバカバカしい この夏もうちが親類の大学生とボートに乗っ取ったいうて校長先生に呼ばれたけどあんなのもつまらん。昼日中じゃないか。何が怪しいのんかしら。自分が怪しいから人も怪しく見えるんよ。お父さんとも歩けんじゃないの。そんなことを終悪じゃあ思う人が終悪じゃないか。本は読んではいかん。新聞は読んではいかん。 男とはしてはいかん。そんなつまらんことばかり言うてけしかけるようなもんじゃすると大山信えはまたいっそう声を上げて泣き始めた沢は松本千代子の熱情的な唾の飛ぶ唇を横から眺めながら驚きをもって聞いていた箱崎さんも箱崎さんよそんなつまらんことを いいちいち取り上げずに川野さんをたしなめたらええのにな小さい安い千子が大阪なまり丸出しで講義をすると箱崎勝子は立ち上がってガネをずり上げ静かに言った私はつまらんことだとは思いません間近く卒業を控えていてこんな風評が立つことは Q のためにも残念だと思います 懲罰されるべきだと思います。川野さんは、大山さんが役者と手を繋いで歩いているのを見たと言われます。松本千代子は、それを聞くと、頬を震るわせて立ち上がるなり、川野の前に突っ立った。男と手を繋いで歩いては、なぜいけないのどんな理由でいけないのか、教えなさい。そして、どんな懲罰をこの人にするんですか 川の春江は縮れた髪を肩で編みながら青ざめた顔をして平然としていた C がだいぶ陰ってきている記者通学の生徒たちは腕時計を気にしながら立ち上がって散々午後そっと席を立って帰っていった柿島沢和も染め井春代に促されて廊下へ出ていった10日がつくまで あの人たちはしゃべっているのだろうと沢と春代が下駄を履きかけるとハンカチで頬を押さえて大山ぶえが階段を降りてきた門を出ると北風が吹いていて小さなつむじ風が往来のところどころで舞い上がっている三人は長い間黙って寒い町を歩いた「うちはもう」 海へでも飛び込んでやろうかと思うの信枝が鼻をかみながら本包みの筆箱をガラガラと音をさせている柿島沢は心配して「あんたのうちへ行こうか?」と尋ねた「いやこんでもええの今日は帰ったら風呂へ使って寝てしまう」「松本さんあの人はええところがあるね」 ソメイ・ハルヨが思い出していった。沢はふふんと鼻の先で笑って、あの人は市会議員の娘で金持ちだもの、何でも言えるよ、とつぶやいた。町には灯火がつき始めて、肥料臭い匂いが漂っている。ソメイ・ハルヨの家は巣を醸造していて、入り口の暗くて広いたたきいっぱい。 瀬戸物の瓶や樽が積んであった。染めの家の横からピチャピチャ水で湿っている路地を抜けて、大山の笛は浜へ近道して一人で帰って行った。沢の家は駅の近くで、ハンプを製造する家の二階狩りをしていた。弟と若い叔父との三人暮らしで、母親は小さい時に別れた霧で、 沢はその消息を少しも知らない。また、母親を懐かしいと思ったことも一度もなかった。叔父は小さい商船会社のトロール船の機関士で、月に二、三度しか帰ってこなかった。弟の健一は中学の二年で水泳がうまかった。ただいまと、裏口から二階へ上がっていくと、 は腹ばいになって裾に布団をかけ雑誌を読んでいた火鉢には火もなくバケツには一滴の水もない沢ははかまを脱いで水くみ屋に水を頼み二階の縁側で七輪に火をおこし始めた姉さん和ちゃんは学校で泣いたんじゃとのううん姉、ね、さんに殴られたというとった ふんどうして殴ったんな知らんよ。風は強かったが海の上はきらめくような星空で沢は火をおこしながらいい気持ちで空を眺めていた。ふと学校のことを考えるとまだあの連中は火花を散らして暗い教室でしゃべり合っているような気がしてならなかった。 自分が臆病者に思えてきて、何かやりたい気持ちも性格の外で崩れ落ちてゆくようなのである。学校を出たら、この町を一日も早く去りたいと考えるのだけれど、弟を寄宿舎に入れるのも不憫に思えた。健一はあくびをしながら、フランスの革命って何度くらいあったんかなと布団から起き上がった。 かずちゃん来たのうん。英語の宿題を見てやったよ。いつ来たのたった今。沢はじろりと健一の裾の布団に何気なく目をやった。健一は背伸びをして大きくあくびをすると、た谷かず子はとても頭が悪いや。と、海下へ降りて海下の子供を呼んでいる。 溝になって光った入り江の中には漁船がずらりと入っていて、晩より、夜釣りの魚を売り歩く漁師の女がちらほらしていた。水曜日の朝、音楽の時間の前に、箱崎勝子はクラスから修学旅行の金を集めた。川野春江、小畑きみ子、柿島沢の三人は、 修学旅行へ参加しなかった旅費を納めた者は持っていくトランクの話や肩掛けや小遣いの話に夢中だった制服なのだからせめてシュミーズだけでも絹のにしようなどと話し合っている者も,もある音楽はおつぐみと合同で沢は都い教えと並んだ音楽室の机の上には 赤い姉もねがガラスの瓶へ刺してあった黒板には氷田結子の作曲した校舎と別れる石別の符が書いてあった80人余りの生徒たちは五線紙を広げてそれを口ずさみながら写していた都井は時々ふっとため息をつきながら「あんたは今何か読んでいる?」 小さいさで尋ねたね何も読んでないと答えると「うちはねワーグナーの『神々のたそがれ』というのと『タンホイザ』を勉強しているのとても面白いぞな」と得意そうだったサワは心の内で変な気持ちだった「神々のたそがれ」というのがどんな曲なのかも知らない タンホイザーが何かかかもわらなかっただがその勉強は音楽教師の氷田結子崇拝から来ているものだということだけはおぼろげにもわかる氷田結子は雨の降る日など蓄音機を運ばせて自分の愛着しているレコードを聴かせてくれたりしたモーツァルトだのベートーヴェンだのグリークサラサーテなどの作曲家の名前も 沢は大山信枝のことをふと思い出して不吉なことがなければよいがと合唱を聞きながらもそんなことを考えていた大山信枝は欠席していなかった一通り合唱が済むと社音会の女神になって出る者たちが教壇へ上がって氷田衣子に曲をつけてもらった 月の女神に扮する松本千代子が真ん中に立って長いセリフを喋っている。沢は教団へ上がりそびれていかなかった。遅れてのこのこ上がっていくのが億劫だった。目を閉じてピアノの音色を聴いていると、沢は音色の繊細な快音にまるで栗色の落ち葉でも降りかかるような哀愁を感じた。 学校を出たらば一足飛びに幸福が待っていようとは考えられなかったが汽車へ乗っている姿や都会で食を探している自分の姿が妙にぐるぐる頭に浮かんでくる一日のうちに不安な日陰が時々沢の心に忍んできたピアノの音色は沢の寂しい空想を助けて心の金銭に触れていった 五年間の学校生活で、沢は一本の万年筆すら買わなかったことをわびしく思い出している。合唱が済むと鐘が鳴るまで音楽学校志望者がピアノの前に並んで発声を直してもらったりした。志望者は五人でピアノの前に並ぶと得意そうにはにかんでいる。松本千代子は 声楽よりもピアニストになるべく志望していたので、いつもバイエルの教則本のようなものを持っていた。都井義えは女子大志願で、一人挑戦としている。波外れて背が高く、痩せて色の黒い娘だった。不思議にも下級生に愛される秀才型で、都井義えが図書室の当番にあたって貸し付けをしていると、 図書室はいつも満員であった。宮古井義えは和歌を作っていた。時々町の小さい新聞へ投書していたが、浄土宗のある寺の若い修行僧から学校へあてて手紙が来たのが問題になり、宮古井義えは歌を投書するのをやめてしまった。何かの機会でその若い僧侶と顔を合わせることがあって、 僧侶も宮古井義恵もお互いにがっかりしてしまったという小さなロマンスが残っていた。宮古井の家は漁場の金貸しだという風評もあったが、宮古井一家は三、四年前にこの町へ移ってきたので、誰も義恵の生活をよく知らない。五年の甲乙鶴龍組を通じて、また宮古井義恵は年長者でもあった。 そうして、十九だろうというものもあれば、もう二十歳よと風評するものも多かった。都井義えは、無邪気なものをどこかへ置き忘れてきた娘のように、いつも難しいげな本を持って、運動場を誰かと歩いていた。都井義えはまた、時々松本千代子の机へ遊びに来て、得意そうにたくさんラインを引いた、 伊勢物語を開いて楽しそうに話し合っていることもある5年のクラスでは宮古井吉えと松本千代子箱崎勝子のこの3人を三歳女だなどとあだ名をつけて呼んでいた箱崎勝子は1年生の時からの旧長で一名万年旧長というあだ名もあった弁護士の娘で 卒業するとアメリカの姉のところへ行くのだとほのめかしている。人望などは少しもないのに、毎年球長に押されているのは、クラスの生徒たちの惰性でもあった。回線の時期が来て票を入れるにしても、箱崎勝子の球長ぶりは板についていたのだろう。さて、球長回線はスラスラと運んだが、運動部や文芸部になると、 なななかかか人材がなかった一度などは大山信枝が最高で文芸部員に当選したこともあった。表を開けてみて大山信枝が最高になっていたのを皆でどっと笑い出したことがある。この町は古くからの商業都市なのでなんとなくそろばんだかい切符があり自分の関係しない事柄はなるべく値打ちを低くつけて その結果のおかしげなのをじんわりと頭の片隅で考えているという生徒たちが多かった。柿島沢はいつもこの生徒たちの羅違いに置かれていた。英語の時間の時だけ皆に尊敬されるだけで地味で陰気な沢の性格は教室の空気からもいつも空気穴を抜けて逃げているような状態なのである。 同じ陰気さでも都井義恵の陰気さはものものしいポーズを構えていて人を引きつける魅力があった都井が佇たずんでいるところには必ず美しい下級生たちが都井を囲んでいた下級生の中には制服の腕に都井義恵の頭文字を細かに刺繍しているものもいた音楽が終わって 次の国語の時間になると、米近門は当分休校だというので、1、2年の受け持ちの赤堀蓮平という、転任してきたばかりの若い教師が代行することになった。教師が若いせいか、生徒たちの顔には楽しげな漂いがあり、前の席にいる小畑公子などは、四十くすくす笑ってばかりいた。 赤堀涼平は左手を胸の辺りへ持っていって手のひらの上でチョークを細かく転がす癖があった目が細くて若いくせに眉毛のないようなぼうばくとした顔つきなので小さい鼻の上のロイドメガネが小札をつけたようにたくましく見えた今夜は何時出発ですか生徒が席へ着くなり ここんなことを尋ねた。すると箱崎勝子は得意そうにキリッと立ち上がって「はい8時47分発で参ります」と答えた「いいですな大阪へ着いてそれから京都奈良と1週間ぐらいでしょ」と教科書もめくらずふてぶてしく一人一人生徒の顔を眺めていた。 松本千代子は、終身と作法の時間にだけ櫛で留めておく、額の頭髪の毛を、いつの間にか額へ下げてしまって、まつげをパチパチさせている。大山信枝と違った大輪の花の明るさで、人の目をそそる変化極まりない表情を持っている。松本千代子の父親は、市会議員で銀行家であった。 千代子の姉の美代子もこの学校の出身で女優のような派手な姿を時々同窓会などに見せていた有名な音楽家でもやってくると必ず駅頭へ花束を持って迎えに出るという派手さで松本千代子の兄弟を町のもので知らないものはまずないと言ってもいいくらいである今度学校の行動が改築されて 幾代らかのミシンが購入されるのも松本千代子の父親が大した寄付をしたからだと生徒間のもっぱらの評判なのである赤堀涼平は出席簿を読んでいって一人一人首実験をしてみたそうして松本千代子のところへ来るとなるほどあれが有名な少女なのかと目まぐるしく変化する唇や 目の色にぼんやり目を留めるのであった。眉も手も素晴らしく饒舌で、こんな少女を大都会へ出したならば大変なことだろうと、赤堀涼平は慌てて後ろの柿島沢の名を呼んだ。沢は窓の外を向いて、はい、と返事をした。血色の優れない雪解けのような顔をしている。 午後からは五年生だけ旅行自宅のために大掃除だけで授業はなかった。放課後、寄宿舎へ帰る小畑公子とぶらぶら校庭を歩きながら沢は庭を見て歩いた。水仙は白いつぼみを膨らましかけているし、消しの葉はみずみずしく大根の葉のように茂っていた。小畑公子と別れて、 青いペンキ塗りの理科室の横へ曲がると図画教師の横山修司が芝生に足を投げ出して寄宿者の見える裏山の風景を水絵の具で描いていた白い梅が絵の中に咲いている沢は自分の影が絵の上を黒く影にしてしまったので慌てて横山修司の左の方へ回った柿島さん 旅行はは。めたの？<は>なぜ紗は熱いものを感じて黙っていたいつか大山のぶえが沢に行ったことがあるうちに遊びに来ない先生は女の先生と校長とまず横山先生だけねあとは教頭の栗山先生をはじめみんなうちへ来て騒ぐのよ 教頭の栗山先生と来たら、芸者という芸者にみんな嫌われてしもうて、乱暴ばかりするの。うちにまず抱きついてくるのやものね。と、紗を驚かせたことがあった。中庭で鐘が鳴った。下級生たちの授業があるのだろう。C はしんとしている。汽車の音がすさまじい響きを立てて通った。 垣島君は親類に外国帰りの人でもあるのい,いえ中曽根先生が驚いていたよ発音がしっかりしているって沢もいつかしゃがんで横山修二の動く手つきをじっと見ていた風の吹いているような楽しい絵だった横山修二には金火しというあだ名がついている ひょろひょろとしていて、激しい顔をしている。修復寺の一室に下宿していて、沢たちが三年生になった春、転任してくると早々から沢たちの組の受け持ち教師になっていた。引率しておいでになるのは先生と誰々ですか僕は留守番に回って、栗山先生と熊沢先生と、 氷田先生の三人だ「へえどうして横山先生おいでんのですか体具合がしっかりしないからね」絵が出来上がると横山修二は濡れた絵を日の当たる石畳の上へ置いてまた新しいワットマンの上へコンテを走らせ始めた「留守の時間私たちはどうするのですか?」 沢が尋ねた。横山修二は時々指で丸を作りながら、その指の輪から景色を覗いてみている。沢も指の輪を作って景色を覗いてみた。低い山の上には雲が飛んでいる。寄宿舎の平屋建てが手前で、ポプラと梅の木と割烹室の横の車井戸が指の輪へ入っている。ああ。 留守,の時間か留守は裁縫でもするんじゃないかね塚本先生がミシンでもいかがですかってさっき聞いていたがね君と小畑くんと川野くんが行かないんだって大山くんはどうするのかなこないだみんなで大山くんをいじめたんだってね2枚目は失敗だったのか 筆を洗って水を切ると、濡れた絵を下げて、横山修二は、教員室へ帰っていった。残された沢は、立ち上がると、点々と絵の具の水で染みている土の上をじっと見つめていた。突然、大きな笑い声を立てながら、理科室の後ろから、 都井義江がダンテの新曲だと可愛がっている一年の少女が一人で縄跳びに興じながら走ってきた運動服の短いパンツから輝くばかりの白いふくらはぎを跳躍させて寄宿舎の方へ歌を歌いながら遠ざかっていく沢は雨天体操場でオルガンを弾いてみたが面白くなかったどれどれ ミファミファソファソファミレミレドウストップを引いてキーを押すと魂が抜けていくようである沢は自分も修学旅行に行きたいなと思ったがらんとした体操場を出て2階の教室に行き本包みを持って出ると門のところを氷田結子が帰っていくところだった 沢は氷田結子の紫の袴の色を見ると泣きたいように修学旅行について行きたかった修学旅行の連中が出発してあくる日は下級生たちも小旅行や遠足で学校は新館としていた四年生は四国巡り三年生は出雲二年生は呉の軍港見物 一年生は近くの山へハイキングであった小畑公子はミシンのペダルを踏みながら負け惜しみにちょうどええのんじゃうちはあれやからと笑っている赤棒のエプロンの飾り縫いをしながらさわはやっぱりぼんやりして落ち着かなかった教師たちはみんな生徒を引率して出てしまって 校長と横山修二と仁科徳兵だけが残っている。沢がミシンの上にうつむいてペダルを踏んでいると、赤棒のエプロンだね、と声をかける者がいる。さわはびっくりして振り返った。仁科徳兵がぬっと横に立っている。おかしいがの、見ちゃいけん。沢が両手でエプロンを抱くと、 仁科はミシンに肘をついて「あんたは英語がうまいそうだね」と言った紗和は赤くなってこの間の理科の追試験が恥ずかしくなっていた仁科徳平はポケットからじんたんを出して口へ入れた「先生えっ仁科先生はどこに住んでなさるんな?尾が」 口で糸を切りながら尋ねた。川の春江は材料を忘れたと言って、すずりを裁縫室へ持ってきて、習字の稽古をしている。氷田先生の下の中地だ。先生はどうして奥さんがいらっしゃらないんですか奥さんか奥さんに来てがないのでね。どうだ小畑さん来てくれんか おかしいがのおかしいことはないよお嫁さんに来てくれれば松本さんの丘の上の茶園を借りるがどうだね先生はおかしなことばっかり言いよって沢もクックッと笑いだした沢のミシンの上に手をついている仁科の日に焼けた背広を沢はしみじみと近くで眺めた おられるときからチョークの粉がしみているような洋服であった。沢は何か冗談が言ってみたかった。先生、白髪を抜いてあげましょうか。白髪あ、抜いてくれたまえ。西科はミシン台の上へ頭を突きつけてきた。沢は、まあ先生、たくさん白髪があるがのう。と言って、 一本一本抜き始めたが、頭の地肌に指の先が触れると、妙に動悸が激しくなる。香油の匂いがした。仁科徳平は、ミシンの上にうつむきながら、紗の厚ぼったい膝を見ていた。制服のスカートはアイロンでピカピカ光っていたが、荒々しい呼吸が仁科の口にする老春をかき立てている。 生涯はのどかな天気で小鳥の鳴き声が耳についた。雨天体操場ではオルガンが鳴っている。仁品は抜いた白髪を見る風を装うて沢の顔を眺めた。恒例な肌が油で光っている。耳は赤ん坊の花のように可愛くて白い産毛がすがすがしかった。 平凡な表情だったが、見ていると親しさの増す顔だった。うかつにすると通り過ぎてしまうような目立たない皮膚である。血色はよくなかったが、黒い眉が香ばしく何かそそるものを持っている。発芽の前の若木のようでもあった。形のないものへ移ってゆく一瞬を、仁科徳平は、素晴らしきかな。 と感じるのであった。その夜柿島沢和は小畑美子と二人で西名徳兵の下宿へ遊びに行った西名は驚いて2階から降りてきた海花は塩田をもって冬に暮らしている家族で今までに先生を訪ねてきたのはこの人たちだけですねと海花の若い主婦が 茶を持ってきていそう言った。二階は八畳一間で、床の間には菊の花の色紙が秒で貼り付けてあり、尺八が一本立てかけてある。二品徳平は土寺の上から羽織を着ていた。もてなすつもりで氷から写真帳を出してきたが、どの写真も黄色く焼け果てていて、いたずらに遠く去った青春を披露するだけである。 小幡さんはいくつだうちは18柿島さんは17よね小幡の方が小さいので若く見えた仁科は30年近くも年が遠いのかとふと罠の下に落ちてしまった老いたる鹿のような自分に落馬くとするのである横山先生はいくつじゃろうね 沢は思い出したように尋ねた横山先生は31じゃ言いなさってたわ仁科先生あのな柿島さんは横山先生が大好きじゃと沢は慌てて両手を振り上げて小畑公子の口を押さえた嘘ばっかりあらそれでもここへ登ってくる墓場のところで あんたは横山先生好きじゃあ言うたじゃないの。あんただって西野先生好きじゃあ言うたわね。西野徳平はワッハワッハ笑い出した。唇の厚い小畑公子の顔をしげしげと眺めて思い出したように仁科は床の尺八を取って吹いた。ええな上手じゃな 沢もきみこも聞き惚れてじっと手を握り合っている。尺八に聞き惚れてじっとしていると、やがて尺八の音の合間合間に、坂の道をどんどん降りていく2、二三人のガヤガヤした足音が響いてきた。火事だな。尺八を置いて、仁科徳平が立って障子を開けると、月が高く昇っていて、 遠くの学校の方に火の手が上がっていた。ニシ先生会課の若い主婦がはしご団から声をかけた。女学校の寄宿舎が火事じゃそうですって。小畑美子はそれを聞くとうちどうしようかのと声を上げて沢へ飛びついてきた。ニシ徳平は 座布団の下に敷いてある洋バカマを引きたくって背広に着替え始めた。何の日なんだろうね。今日は横山先生が宿直なんだが困ったことができたもんだ。先生どうしようかの。まあとにかく行ってみよう。西野が靴を履く間に沢ときみこは歯をカチカチ震わせて坂道を降りていった。 ちょうちんを持った人が一人、どんどん二人を追い越して降りていく。仁科徳平は月で明るい小道を時々懐中電灯で照らしながら、おい、待て待て、慌てちゃいかんぞ、と沢たちを大声で呼んだ。わしゃ、本だけでも出したいがのう。走りながら、きみこがもう泣き出している。 坂を下りて墓道を抜け、崖へ登る石の段々を登って裏門へ出ると、もはや火が消えていた。がやがやと運動場を走っている人の声や、古い戸のきしむ音が聞こえてくる。崖下の段々を登ってくる西名徳兵を待ちきれずに、沢は段々を引き返して西名の腕を引っ張った。 仁科は沢の柔らかい手に触れてギクッとしたがすぐ固く握りしめて「もう火が消えたって?」と大きい声で呼んだ3人が低い裏門を乗り越えて正門のそばの高木室へ走っていくと1年の寄宿生が寝巻きのままの姿でたたきの上に置いてある大火鉢を囲んで震えていたどっから火が出たんだ 仁科が小さい生徒たちに尋ねると目のクリクリした娘が「風呂場です」と答えたレインコートを着て手ぬぐいで鉢巻きをした横山修司が「ひどい目にあった」と言って手も顔も真っ黒くなって入ってきた「風呂場だって?」ああ煙突から火を吹いて屋根を少しばかり抜いちゃった それでも消えてよかったよ。僕はご親戚を心配してね。あ、ありがとう。本当にいっときはどうなるかと思いましたよ。でも風がなかったんでね。宿直室の電話がじりじりとなった。仁科が電話へ出たが、それは書籍店の親父の火事見舞いだった。九時過ぎたばかりなので、 割合たくさん人が集まり校長も自動車で駆けつけてきたりしたいやまあ風呂場でよかったですよそれに栗山くんが旅へ出ていてちょうどよかった本当によかった何を言われるか知れないからね教頭の栗山は校長より小3でこれも生徒たちから万年教頭とあだ名されている男である。 被写格のようにずんぐりしていて、時々生徒の父を抑えるという嫌な風評が立っていた。米近門もこの教頭に侮辱されて、あの日は辞表を叩きつけて帰ってしまったのである。校長は現金温厚の死であって、この学校の勲章のようなものなのだ。ただピカピカ光っていればいいのである。 横山修二は生徒を寄宿舎へ送って行ってもう一度石炭倉庫の方へ歩いて行った柿島沢が誘導演目の前へヨロヨロして立っていた小木の焼けた匂いがシに激しい小幡くんは横山修二が訪ねた月の光のせいか沢の顔が白く浮いて見えた 今帰宿舎へ帰りました。横山修二の影と沢の影はくっきり並んでいるその二人の影の上に誘導演目の影が映っていた沢は心を示すために鏡のように光った運動場を走って一三二公牧室の方へ行った横山修二はあっけに取られていた 室の火鉢を囲んでは町の新聞記者や校長や消防頭がせんべいをかじって茶を飲んでいる兵隊上がりの年取った香木は派手な取り打ち帽子をかぶってかまどに火を起こして湯を沸かしていた正門前の坂をどんどん走って降りると沢は仁科の下宿に毛糸の手都を忘れたことに気がつき ちょっと立ち止まったが、もういらないと思った。家へ帰ると、健一は鼻じょうちんを出して眠っていた。沢の寝床をちゃんと敷いてくれている。沢は頬が熱くて、なかなか座れなかった。押し入れを開けて、おじのどてらを出して匂いを嗅いでみたりした。匂いを嗅いでいると、沢は、 さまざまな用意を心に感じた寝巻きに着替えて寝床へ潜り込むと耳の底で水の音がしている海の上を行く船の汽船も聞こえてくる波紋の中心の中で仁科徳平の顔がぼんやり浮かんでくるあくる日は雪でも来そうな寒い朝であった 学校へ行くと教室で横山修二が池上律から指へ包帯を巻いてもらっていた「大変だったんでしょうね何しろ遠足から帰ってぐっすり寝入りばなものですから今朝おじいさんに言われて初めてびっくりしましたの」「池上律の頭は横山修二の腰の辺りしかない。 沢は丁寧にお辞儀をしてて運動場へ出て行った。小さい生徒たちが石炭倉庫のところへ集まって焼け跡を見上げている町の新聞には女学校の火事が小さく出ていた金が鳴った朝礼には三年以下が庭へ並んで校長から訓話を聞いている小畑公子は 日の当たる窓にもたれて編み物をしながら時々朝礼の列を見下ろして「やっぱり横山先生は真面目でええな」と言った沢は頬杖をついて英語のリーダーを開いていた2章になっているウィリアム・ブレイクの「青葉」え」という詩を声を立てて自慢げに読んでいた「ねえ横山先生は 白い包帯をしとってじゃがちょっとええな」と小畑公子は肩をすぼめてくすりと笑う川野春枝は相変わらず縮れたさげがみで何を考えているのかあんまり物も,も言わない時々机の角で鉛筆を削っている「ねえ修学旅行の連中が帰ってきても羨ましそうな顔をせんとこうな」 沢は返事もしないでブレイクを読んでいた。鐘が鳴ると池上律が入ってきて、今朝はちょうど私の時間がないものですから、ここへ遊びに来ましたのよ。そう言って、大きなの面のような笑顔で、何もないから家計簿の作り方でもお教えしましょうかね。と黒板へ向いて背伸びをした。 紗和も小畑公子も川野春枝も、おのおの違った意味で心に迷惑を感じた。教団の机のコップには珍しく花を挿してない。定規を使いながら、大学ノートに何本も筋を引いてゆきながら、紗和は心のうちに、無意味な日だわ。くれるものなら、早く卒業証書をくれるといいにね。 そんなことを考えていた。まだこれから運動会があったり、社音の学芸会があったり、卒業の写真を撮ったり、まだいろいろな行事があるのだ。沢は写真を撮りたくなかったし、運動会も楽しみではなかった。早くこの町を去って、新しい都会で働く道を見つけたいと思った。学校を出て行くことは不安ではあったが、 それは生き生きとした不安でもある。正午で授業が終わりだったので、沢は大山信枝の家へ行ってみた。暗い格子の陰には、兄弟が三つも四つも並んでいて、家の中はおしろいくさくしんとしていた。信えがニコニコして暗い入り口へ出てきた。病気じゃないのなふん、ま、 お上がり。狭い廊下を幾曲がり化して海に突き出た小部屋へ案内した信枝は髪を膨らまして襟元に紫のかんざしをさしていた近々と見ると絵よりもほのぼのして大柄の茶がすりが女女して見える沢は火事の話などをした 信江は卒業式まで学校へは行かないのだと言っていた「河野さんねあの家は清水剤売店を出しとるんようちを目の敵にしとる卒業したらあの人は郵便局へ勤めるんじゃと」信江は旅を吐きながら写真を見せようかと何度へ写真を撮りに行った障子の腰ガラスから真っ青い海が見える 海へ突き出た、凸凹のひどい岬も見える。紗和は、人形などの飾ってある、あだめかしい部屋を見回して、うらやましい気持ちであった。おかしい写真ぞな、ほら。信枝は一枚の写真を広げて、紗和の膝の上に置いた。教頭が、ネクタイを外して、信枝の肩にもたれている写真である。 そのそばには、初期の後藤七助だの、数学教師の磯野の茂吉などが、目をつぶったような格好をして写っていた。夕方から雨になった。紗和は傘を借りて帰った。魚谷和子が、お姉さんと言って、ちくわの束を持って二階へ上がってきた。隣の魚谷和子の家では、 っていた。雨に濡れて帰ってきた健一と夕食を済ませて沢は海外へ降りていくと店ではハンのミシンをかけている職工たちが大きな声でこの町に水道の敷ける話をし合っていた人口が4万もある市だもん水道ぐらいなければねえおかみさんが話に相づちを打っている。 毎日雨が降った日曜日を挟んで7日目の朝修学旅行の生徒たちは帰ってきた染井春夜が電報を打って起こしたので沢は傘をさして駅へ迎えに行った駅の出口で待っていると迎えの家族が大勢なので沢和は「ソメイさん!」と声を枯らして叫ばなければならなかった 沢が一番目についたのは松本千代子である。額の毛を巻き毛にしてフェルトのグリーンの帽子をかぶっていた。野暮な制服の上の首が際立って都会的なので迎えに行っている人たちの目を引いた。千代子をはじめとしてどの生徒の様子にも大都会を歩いてきた名残が残っている。箱崎勝子などは 絹の口ば色の靴下を履いていた「柿島さんここよ」春代が陸橋の段々の上からバスケットを高く振り上げた沢が雨傘のしずくを切って走っていくとソメイ春代は「お土産を買ってきてよ」と使い慣れない言葉を使っている松本千代子は迎えの車が来ているので 意気揚々と雨の中を車で帰っていった。生徒たちが一人一人何かハイカラなものを輸入して帰ってきていたのに、音楽教師の氷田結子は、袴の折り目も消えただらしのない姿で、手には膨らんだ合彩袋のようなものを、ぶらんと下げている。熊沢和親は、水筒と望遠鏡と、 自慢の写真機を肩にたすきにかけていた。教頭の栗山は寝不足な顔をして生徒に荷物を持たしてステッキをついて立っていた。紗和は春代に傘を差し掛けてやって春代の家へ行った。紗和は土産に岩おこしと壁へかけるアベマリアの小さい人形をもらった。その翌日の学校は、 沢やきみ子がさびしくなってしまうほど旅の話でにぎやかだったあっちの机にもこっちの机にも見慣れぬハイカラな文房具や化粧品が散らばっていた松本千代子は赤革のひものついた六角の腕時計を耳のそばで振っては楽しんでいた廊下の外では下級生たちが土産物をもらいに来たりしている 隣室の都井教えは大きい学府帳を訪ねてくる下級生たちへ配っていた。生徒たちは授業時間になってもそわそわして落ち着かなくなってしまっている。休みの時間になっていても運動場へ出ていくものもなく旅行の話ばかりであったが不思議に景色や神社仏閣の見学団をする者は一人もなかった。 百貨店の美しさとか、宿屋へ着いてからの誰それの行情話ばかりである。中でも音楽教師の郡田結子の不始末は、一斉に生徒の信用を裏切ったものと見えて、自由主義者の松本千代子でさえ。何かね、郡田先生はいくら栗山先生に酒を飲まされたからと言って、 栗山先生、しなだれかかったりしてのう。と、憤慨していた。京都の宿屋でのことである。夕食が済むと、生徒たちは自由外出が許されて、散々午後、町へ出て行った。教頭の栗山と体操教師の熊沢は、あんま代わりに酒を飲み始めていた。外出しようとする氷田結子が挨拶に来ると、熊沢は、 玄関へ追いかへいけてきてき先生今晩は寒いから一つどうです僕たちにつきあってもらえませんかとい子を呼んだそして尻込みする氷田結子のたもとを引っ張って我らの氷田先生を連れてきたぞとはしゃぎ熊沢は自分たちの部屋へい子を連れていった嫌ですよ熊沢先生 そう言いながらも氷田結子はずんぐりしていて四角い顎のあごのたりに馬力と言いたいような熱情を潜めている栗山に向かってウキウキと目を染めてみせるのであった「一度氷田さんに私はお尋ねしようと思っとったのですが氷田さんのその首の傷は粋な筋合いのじゃないかと」。 我々話し合っていたのですがね。まあ、嫌な熊沢先生だわ。これは、類歴を切った後ですよ。はあ、類歴をね。いや、それで安心しました。それから熊沢は、全任知の失敗談をやりながら、酒を湯呑みでごくごく飲んで、虎になり始めた。栗山は栗山で、 すさんだ酒なので、酔いが回ってくると、氷だに湯のみを突きつけて、これで一つ受けてください。ぐっと一息に干してください。と、もう目が座りかけてきている。氷ゆい子は、自分に好意を持ってくれている栗山に対して、当然となっていたので、刺さ,された湯のみを素直に口に持っていった。氷ゆい子は、 町の中学教師、前所五郎の二階の八条を借りていたが、それが栗山の注意を引いていたのである。前所は有名な多常物心家で、前任地で人妻と心中をし損なったという経歴を栗山は知っていたので、酒が進み、座が熟してくると栗山は、前所君は大丈夫ですか 火のそばへ油を置いとくようなもんじゃないですかね。と、それとなく、氷田結子へ皮肉を言ったりするのであった。前書が修学旅行で東京から帰ってくると、自分の細君へよりも立派な土産を二階の氷田へ与えたということが、いつの間にか栗山の耳に聞こえてきていたのである。 氷田結子は一杯の酒でシーがぐるぐる回ってきた。熊沢は、ちょっとごめんください。と横になって大きないびきをかいている。栗山は、水を持ってきてあげよう。と立ち上がりかけていたが、慌ただしく氷田結子の方へ近寄ると、結子のそばにかがみ込んでいった。いいんですよ。じっと、そのままでいらっしゃい。 二人はしばらく揉み合って、水を取りに行く行かせぬで騒いでいた。その時である、足音荒く松本千代子たちが、先生、ただいま帰りました。どやどやと障子を開けて帰ってきた。畳に酒が溢れて、箸が散らかっている。生徒たちは寝ている熊沢の豆だらけな足指の方へ目をやって、 知らぬふりで障子を閉めた生徒たちの胸の中には氷田結子に対する尊敬が一時に冷えてしまっていた遠くから湧いてくるような妬みも手伝ってか「氷田先生ともあろう人がノーとお互いに該嘆し合うのであった無事に運動会も社音会も過ぎた 梅も桃も一斉にほころび始め、五年生の校舎の窓から見える小さな島々も、あいたいとかすんできた。あとは卒業式だけである。石別の譜の歌は、下級生たちの口にも親しまれて口ずさまれ、卒業していく八十人余りの生徒たちは、朝から放課後まで、動機のするような悲しさを感じていた。 寄宿舎の庭には、毎日写真屋が古ぼけた黒い布を肩に巻いて入ってきた。車井戸を背景に、あるいはポプラの並木を背景にしたりして、寄宿舎の生徒たちは思い思いに写真を撮り合っている。小畑貴美子も下級生たちを連れてテニスコートに並び、ラケットを持って写真機の前に気取って撮ったりした。 松本千代子は飾りのあるハンカチーフを仲のいい友達に記念だと言って分け合ったりしていたがハンカチをもらえなかった者たちの間には泣いて寂しがる者もいた柿島沢は久原花子と二人で弓を持っているところを小さい写真に撮っただけで誰とも写真を撮らなかった久原花子と撮ったのも久原花子が 写真代を払ってくれたからである久原花子は肥料屋の娘であった卒業式があと4日目だという天気のいい朝5年生たちは門付きを着て学校へ行った昼から卒業式の写真を撮るためと式の予行演習のためであった昼の食事が終わると いのののたたた。ちは、っってるへま教会式な公道の扉を背景にして椅子がひな壇のように高く積み上げてあり備前を自慢の校長がたった一人腰をかけて笑っていた松本千代子は「先生立派ですね」と言った校長はまぶしげに生徒たちを眺めて「そうさ」 揃ったら一つ並んでみてください。と、栗山のそばへ歩いて行って、ひそひそと長い間、眉をしかめて何事か耳打ちをしている。前列の右の端には、まず池上律が席に着いた。その次は、火事の正治頼子、裁縫の平塚小石、岡本隆、渡り順子、 頭がの横山昭治とともに人望のある英語の中曽根桝太郎が、モーニングの洋馬釜の折り目を正して腰をかけた。その次は、教頭栗山哲造、校長、それから横山修二、熊沢和親、数学の磯野茂吉、仁科徳平、赤堀連平、 下級生徒の英語を受け持っている私立大学での新田九五、初期の後藤七助、校長と髭の兄弟を争う高位、島津純志郎、課外教授の聖火佐藤、春日部二校などという教師たちが、それぞれ門月やモーニングに改まって、眩しげに笑い合っていた。生徒たちも、 背の順に椅子の上へ登っていった。背の低い安い線香は一番上の段の端に立たされて顔を赤くしている。沢はちょうど西科の椅子の後ろへ都井義江と並んで立った。後ろの方からぎっしりと押されているので仁科の頭の紅油が鼻をついてきた。沢は白髪を取った日のことを ふと思い出していた。都井しえが沢の肘をこづいて、なあ、氷田先生はどうしたんじゃろうかねと、沢に耳打ちしてきた。沢は驚いたように、本当になあ、どうしたんじゃろうかと、仁科の横から前列へずっと目をやってみたが、氷田結子の姿は見当たらなかった。 沢の後ろにいた川の春江が、米近先生も氷田先生も辞めたんよ。氷田先生は中学の先生と逃げてしもうたんじゃゆうて、初期の後藤さんが教えてくれたぞな、とつぶやいている。沢も吉江も息を止めて顔を見合わせた。教室の窓窓からは鈴なりになって小さい生徒たちが眺めている。 生徒たちも教師たちも長いこと日にさらされて写真機の前に緊張していたがやがて写真屋は気取ってシャッターを切ると蛇腹の長い写真機をたたんで帰っていったざわざわと列は崩れた沢は列を離れると緩やかな足取りで行動の裏を抜けてバラ園の方へ行ってみた西名徳平が 何気なく沢のほうへ帆を運んできている「柿島さんもいよいよ卒業だな今夜よかったらまた遊びにいらっしゃい弟さんがあるんだってね中学の物理の先生がそう言ってたできるんだって?」沢は真っ赤に耳たぶを染めて「ええ遊びに上がらせてもらいます」と答えた。 花壇には、もはや硬いつぼみを持ったけしが見えたし、スイートピーは五六寸にも伸びていた。水仙は雪のようにバンダと花をつけて匂っている。教室からは、オルガンの音や、生徒たちの笑い声が弾けていた。箱崎勝子が、紋付きの袖をすぼめて、池上律と話しながら、図書室の方へ行っている。紗は、 許可のように熱く燃え上がる磁力を感じると、更衣室へ飛んで行って、黒い木綿の紋付きを脱ぎ捨てた。白い運動着に短いパンツをつけ、生徒がちらほら群れている光った運動場に出て行った。ポプラの枝が目をはらんで、サクサクとした枝を空へ伸びさせている。汚れた。 にしめたような川のフットボールを沢は思い切り高く空へドーンと蹴り上げた弾んで青空からくるくる落ちてくるやつをちぶさの上でドシンと受けてはまたドーンと蹴り上げるちぶさで受けるまた蹴り上げる沢は気の遠くなるような気持ちだった足も腕も腰も はっはっと火を吹きそうだった。沢の蹴り上げるまりの音が、寛断なく狭い校舎の胸へ鋭い音を立てて響いていた。